警察です。ああ、柴田さんですが、先ほどの淡いですけど、ごめんなさい、ありました。ありました。ありました。はい、よかったです。この間、その、仮執行までの、上訴の、300万円ほどの支払いの上訴、はい、まあ、今の価格で500万円ぐらいのものの判決の書類に、が盗まれてるから、やっぱりちょっとだいぶ過敏になってますね、はい、私の方が。わかりました。よかったです。じゃあ、打ち切りますので。いや、500万円のその件は通報してるんですけども、その判決の書類、どうです？盗んだ相手わかります？そこは、僕、対応しないんでわかんないですね。ごめんなさい。対応されてる方、誰ですか？ちょっと、ここではわかんないんですけど、そちらで名前聞いてないですかね？いや、聞いてなかったですね。もういや、これしょっちゅうだから、ハレマセ骨院のやつらとかで絡んでくる人間とか、その、はい、映像で記録して、はい、もうこれは警察官の方たちも同意を得てるんですけども、はい、動画アップロードして、要するにまあ保管庫ですね、はい、その裁判所に出したときに、その相手方にもある程度見せなきゃなんないでしょう。だからその、もうほとんど閲覧者なんかいないから、関係者、テレビ局に、関係の人間とかしか、だからもう、それでもうアップロードしといて、で、相手方も裁判所に上げたときに、まあ見てもらうみたいな形、でそれも警察官の人でも見てもらうような形で、晴山聖子店に来てる人間がどれぐらい、その、絡んできてるのかっていうところ、だからその辺のところでも、状況が集団暴行になってるから、だからその辺のところで厳しく対応していただきたいんです、晴山聖子店に関しても。で、その柴田さんの方ではご存知ですかね、あの建物、昔2001年か2002年ぐらいに裁判所判決ありで、あの建物一回解体してるんですよ。解体してるのは2003年なんですよ。で、それから、はい、裁判所では、まあ、あの裁判番号とその判決に関しては記録は残りますけども、それまでの、 あの証拠とか、そういったものは5年経過したら破棄されるじゃないですか。だから2010年にぐらいにもう一度建設したんだと思うんですよ。で、その時昔その対応してもらったのフルーツラーパークのあの役員の中に弁護士の人がいて、その人が対応したか警察の方かその両方かだったと思うんですよ。だから僕の方で裁判番号とか記録がないから、あのその昔 の、 その裁判番号と判決があったら、さっとそれ裁判所に出したら簡単にそこ営業停止とか、あの入れんようにして建物解体とかに持っていけるんでしょうけど、それができない。だからあの必ず事故経過とかも教えてもらわなきゃならないし、あと裁判所の判決関係に関してももう僕の方では分かんない状態ですよ。その、はい、昔一回建物解体まで持って行った時のところは、それ、ちょっと有馬警察署の人の皆さんに、その内容をお伝えしておいてもらえますか？それは裁判所の方に問い合わせしてもらっていいですかね？あ、いやいや、だからそれは裁判所に僕は何回も行ってるかもう分かってるんですけども、それは、その、僕の名前で見てもらったらね、僕が原告で書類を出したものに関しては、その、番号出てくるんですよ。はい。で、まあ、自分が訴えられたケースでも、まあ、聞きに行きましたけども、淡井さんは高金年で訴えられたことはありませんっていうことで、返答もらってるんですけども、他の人、だからその、フルーツラーパークのその弁護士さんがね、原告として裁判に出した場合、もうその人の名前も僕覚えてないんですよ。はい、だからその番号の探し方がないんですよ。はい。だから、そういうふうなことも、だから、今の受け答えでも、正直ちょっと踏み込んだ言い方させていただきますけども、はい、その、自分でね、その裁判を訴えたりされてない方だと、その辺のところってよくわからないじゃないですか。だから、まあ、警察官の方だと、書類作って検察庁にいますから、基本的にまず自分で、原告で書類作って、そのまま裁判するっていうことがないじゃないですか。だから、その辺のところで、これ別に、そちらのことを卑下してるわけじゃなくて、やっぱり方法がわからないから話していても、話噛み合わないじゃないですか。何の事件の話したんですかね。いや、そうじゃなくて、はい、手続きの問題なんですよ。手続きの仕方の方法。これが、ほとんどの人間はわからないんですよ。僕も裁判所行って聞きに行って、それで、あ、そういうことなのかって、以前その建物解体者番号が結局行方知れずになってしまうのは、もうこれは裁判所の寄付者の人でも、もう探しきれないんですよ。誰がその時訴えてきた内容なのかじゃなかったら、その番号が出てこないから。刑法の裁判のこと言うとんですか？何の裁判のこと言うとんですかね？いや、ね、民事訴訟法を言ってもらったら分かる通り、最後の方、刑事訴訟法に変わっていくじゃないですか。だから民事も刑事も。刑事訴訟法から刑事訴訟法には変わらないですよ。
いや、同じような内容になってます、なってます。もう一回よく読んでもらったら分かります。最後の方です。だから、200条を超えたぐらいのところからの、最後の方を見てもらったら、なんかあります、もともと。もともと僕が生まれた頃からそうなってます。で、何の事件の話と。いや、今言ってるのはね、手続きの問題で、はいはい、その何をうちにしとけっていう話ですかね。まず今は、その、500万円 その仮執行の、その当時は300万円の仮執行の勝訴までの判決の件 で、それは今までその本執行に持っていけなかった部分で、春山整骨院などにも責任はあるって、その何回も絡んできて、こちらを睡眠不足にさせて、基本的に睡眠不足にさせてしまえば、明け方夜中起こしに来ていれば、フラフラになって裁判なんか、する余裕なんかなくなるんですよ。六法全書1から読み直して、法律名ピックアップして、で、それを記載して文章化してって、ものすごい大変なんですよ。証拠の動画だけでも100バイト超えてる、100ギガバイト超えてるんですよ。で、それを、対応するのもとんでもない書類量になる。で、今ね、その柴田さんの、だから、刑法なのか民法なのかの方のところで民事不介入のことが頭の中よぎって、うちは刑法の範囲までですよで、話をチェンジしようとされたと思うんですけども、いやいや、そもそも何を言ってるのか意味が分かんないんですよ。意味が分かんないですか。はい、何を言ってるのか全く分からないですね。ちょっと分かりやすく説明してもらえるか、話まとめてもいいですか。だから、はい、そちらの方で、ね、じゃあ2003年に春山整骨院の建物2号店の方を解体した時の、判決書って分かります、出せます。解体したときの、それが警察との何の関係があるんですかね。ありますよ、それまでその当時も散々通報したんですから。何の関係があるっていう話になるんですけども、何の事件の話で解体ができたんですか。いや、だからね、それをその言葉で意味が分からんでしょ。いや、柴田さんの方がそれで攻め込んじゃダメなんですよ。それは違法行為なんですよ。いやじゃあ、だから相手が意味分からんこと言っとるからでしょ。逮捕捜査権を持ってるのは警察官の方でしょ。で、一般人も持ってます。これは刑事訴訟法を読んでもらったら分かります。で、ただ司法として行政の中にいる人間じゃないと探しようがないんですよ。で、裁判所の方に行ってもその内容を言っても、訴えた人は誰ですかっていう話になるんですよ。で、その時僕は20歳ぐらいの頃だったから、法律のことなんか分かってないから、弁護士関係の人が訴えるしかない。でもその人 もうその当時がだからもう26、5年ぐらい前だから、もう今はもうご老体でしょうね。その当時で役員されてたぐらいですから、だから僕も探しようがない、本当に。だからその辺のところで警察とどう関係があるんですかって聞かれたから、私は素直に、それは相手は挑発行為、これは刑事法の中にもある迷惑防止条例違反、ここからでも逮捕もできる、で、他にも裁判妨害等もある、集団暴行みたいな形になっている、これはもう本当にそう、朝晩夜中無理やり起こしに来てる人間、これは今までの通報で言ってる。だからその通報した内容も正直有馬警察署でしっかりとまとめきれてないところでどうかしてるって言ったら本当はどうかしてるんですよ。でそんなところで、そんな文言を言い返していたら、柴田さんの方が立場悪くなるじゃないですか。僕は柴田さんを責めたいんじゃなくて、形式的なことを言ってるんですよ。ここで僕と警察官の方が喧嘩してもしょうがないから。一応昨日ね、春山整骨院、例えば17時過ぎに、勤務終わったものが介護職の人間が外で規制を上げてるんですよ。こっち側に明らかに喧嘩を売るような形で。で、その人間の音声は集音しています。で、家の横を通って、タオジ駅の方に歩いていくから、それをすぐに家飛び出して、撮影してるんですけども、その人物の映像とかも出てます。で、すぐにその人間に説明しに行ってくれたのが、女性の警察官の坂田さんという名前で、2002年サンパレス六甲に勤務しに来ていた方ですね。だから警察の方でも対処はしていただいてるんですけども、いや、僕が言ってるのはね、その春山整骨院の件とか、有馬警察署の方たちの方で話回し合ってますっていうことなんですよ。そこが他の件とかでも
あの大きな案件に関わってくるような内容で、変なお金の流し方の方ですよ。例えば内科とか歯科が1つの駅の区間で10件ずつ以上出来上がったり、それはもう髪の毛切るところとか染めたりするところもそうですけども、こんなところがありませんって。で、銀行の窓口、三井住友の、窓口にもう今から5、6年前かな、もう少し前かな、あの井上京子っていう女が座っていて、その女は元キャバクラで、老人男性胸揉ませていた女で、で元だから銀行が、そう、銀行員がそういうふうなことをしていたっていうのは、これが現実であって、だからこれ、全部話、1956年の売春防止法の話に遡るんですよ。それまで政府上層部とかも全員むちゃくちゃだったんですよ。売春が合法化されていたから、それまでの時代が、裁判官も含めて。で、その関係者とかの一族とかが、その職務にまたついたりしてるから、どれだけ大変か分かります。だから警察官の中にも、あの悪党側の人間はもう混ざり込んでる状態からがもうスタート地点だったんですよ。でそこからの逆転で物事動かなきゃなんないから、だからもちろん柴田さん の、 あのお立場も分かります。上の方にどれぐらい、上の方の人間がそういった人間を訴えたりするときに阻害するような人間が現れたら、あなたたちも階級が下の人間の場合動けなくなるということを分かってます。そういったことも教えてもらいました、20歳ぐらいの頃に。で、この辺がもう大元の蛇口で辿っていく、その一つの場所になってるから、それはスポーツ業界とか建設業界とかもそう。だからこの辺のところでこの件本当に重要に扱ってもらって、有馬警察署内でその情報を、ま、あの回し合ってもらわなかったら、警察官各個人がバラバラで動いてる状態になって、どれぐらい の、 あの被害状況なのか、どれぐらいそういうやつらがこの近辺に来てるのか、なぜこんなにこの周りにあのワンルームもしくは、2部屋の、簡単に借りれるようなマンションがたくさん出来上がってしまったのか、建設業界にお金が、ね、流れていたのか、そこには議員への票がある、あの建設業界の人間仕事がもらえたり、医療業界の人間仕事がもらえたりするから議員の方に票が入る、混んでしまってるとこをもう見てるから。柴田さん、お電話伝わってますでしょうか。もしもし、柴田さん。もしもし。柴田さん、応答できますか。柴田さん、あの何も、聞いてないということで終わらすのはやめてくださいよ。この内容 も、 あのもうこちらも動画で、喋ってる内容っていうのはアップロードさせていただきます。それしなかったら正直あの状況がどうなってるのかっていうことを理解していただける人が増えないんで、返答ないのでもう電源オフにします。で一応この動画アップロードして、で、ハリカーがどう受け止めるかって言ったら、あいつは警察官に相手されてないとかいうふうに解釈する人間は解釈してしまうんですよ。だから受け答え一つ一つしっかりとしていただきたいです。電話離れるんだったら、今ちょっとよそから連絡来てるからちょっと待ってとか、そういうふうにあの言ってもらったら私だってわかるんですけども。一応放送会の方たちへ、今柴田さんへ向けじゃなくて、これが、今の現状ですね。全員がバラバラで動きすぎて、本当は兵庫県警とか警視庁という単位で動かなきゃなんない。この方向で、動いてください。以上です。できるはずです。これ通報です。
で、これね、ちょっとあの柴田さんがあの何を言われてるのかわからないっていうことだったんですけども、それ一つ一つ説明しますね。あのまずサンパレスロッコで、ね、その2002年女性の警察官だと思われるその坂田ってその人は名乗ってたんですけども、これね、例えば、2000年から2001年の冬場、秀和株式会社という灯油の巡回販売の仕事で、警察官の人が働きに来てたんですけども、あの竹縄って名乗ってたんですよ。でもう一人、働きに来ていた男で咲田って名乗ってたんですよ。で、翌年、その咲田っていうものが課長で、竹縄っていうものが店長で、仕事してるんですけど、長時間労働させていたと。でその咲田っていうものはあの警察手帳では永田っていう名前だったかもしれない。ただ会社では咲田って名乗ってるんですよ。これ地方公務員法で偽名名乗ったらダメっていうことになってるんですね、公務員の人。一法律で動く人間が危ない話もあるけども、それ聞いたからといってもっと物事をややこしくしちゃダメ。その咲田って名乗っていた男、有馬警察署ではこっちでは永田っていうことになってるでって言ってるんですけども、その警察官の受け答えも変な受け答えしてる人いっぱいいるんですよ。その例えば、まあちょっとその話は置いといて、そのだからその坂田さんっていうまず女性のね、昨日その春山整骨院17時過ぎに、仕事が終わって、建物から出てきた介護職のような規制を上げてるんですけども、これ過去16年間にわたって、その人間や、あの手の類の人間がね、大きな声規制を上げて、かなり変な声、あの本当に規制の方、あの文章化してないような文言、もうそれもこの近距離で聞かされてる、ものすごい大きな声で、でものすごい腹立つで、違反してる法律名とか言ってもそいつは何言ってんか分からへんって言って、言い返してくる。でそこへまあ坂田さんが来て、説明をしてくれてるんですけど、昔からそれ何回もしてくれてるんですよ。でその柴田さんが分からなくなってる以上に僕の方が分からないっていうのは、事後経過を法律でちゃんとね、事後経過を僕に報告しなきゃならないことになってる、警察官は。それがないから僕の方が分かんないんですよ。そもそもその坂田さんっていう人も本名かどうか分かんない。でこれももっと突っ込んだこと言うと、警察手帳に書いてる名前もその人の本当の名前か分かんない。裁判所の裁判官のよっぽどの事情があってね、判決があれば名前を変えることはできますけども、だけども、いやでもこれもう疑い出したらキリがない話にもなりますけど、だから1956年に売春防止法が出来上がってるでしょ。それまで警察官とか検察庁とか、ね、裁判官がね、議員とかも売春回収を認めてたんですよ。そんな世の中だったんですよ。そこからのスタート地点だったから、警察内部も検察内部も裁判官とかも裁判所で働いてる勤務者も議員とかにも L 業界側の人間がたくさんいたっていうことなんですよ、性暴力団の方が。これは世の中の現実なんですよ。だから今坂田さんを疑ってるんじゃなくて、そういう部分があるから、我々も狙われたら怖いからちょっと名前変えさせてとか、そういう部分があったのかもしれない。だけども、いやだから警察官が警察官捕まえてるのは警察官の方もご存知でしょ。だからこれもう、だからもうそれはもう二十歳の頃、僕はもう一回きっちり線引きつけたんですわ。で有馬警察署の人たちもそれでいいって、村記者署の頃でそれでいいっていうことになったんですよ。その名前を絶対変えないことって、全員本名を名乗ることって。けどその記録とかないんでしょって。だからこれ正直、朝礼の時とかに僕を呼んでほしい、朝の朝礼と夜の 夕方の時と。でそこで僕は今までの件の事情を説明しますから。でそれ覚えてもらって仕事してもらわなかったら無理、警察官の人は。じゃなかったら誰がどんな名前で働いてるか分かんないから、普通の仕事場の時に。でだからもう普通の仕事場で働いてる時に警察手帳は1回か2回見せてもらったりしてるんですよ。だけども忘れるんです、我々は。その後違う名前でずっとここのその仕事場の店長とか課長とかで働いてるから、警察官だったっていう後で僕もびっくりしてる方なんですよ。急にって警察手帳を見せてきて、最初何してんねんこの人って、そんなことしたらって、警察手帳なんかそんな身勝手にって、その感覚なんですよ、我々からしたら。
だからね、そちらが分からない部分もそれ分かるんですけども、こちらも事後経過を一切何にも教えてもらってない時点で分からないんですよ。で、それも例えば裁判所とか、書類で提出を求めてくるでしょ。それは書類で提出しなかったら記録として残らなくて、文章化して記録として残さなかったらみんな忘れるからなんですよ、大量の情報って。で、それは僕らも同じだから、文章化して渡してもらわなかったら無理なんですよ。特に僕みたいに集中的に攻撃されてる人間、だからスポーツの勝ち負けとかも結局僕中心に物事になってたでしょ。天皇家の人たちとかお会いして、でスポーツ関係のね、例えば名誉総裁とかそういったものは皇室の人たちがなられてるでしょ。で、オリンピックとかもそうですけども、まあそれは国会議員の人たちの責任が大多数ですけども、オリンピックを誘致してしまってる。それを第1回の東京オリンピックもそう、第2回目の東京オリンピックもそう、この間の2021年に行われた2020東京オリンピックも、もう名称自体がもう2020で通そうとするから、もうめちゃくちゃややこしいです、2021年に開催しておいて。だから使った税金が9600億円以上だったでしょ。だから何が起きてるかって言ったら、ずっと昔からの権力者の人たちが、もう世の中はどうなろうと知ったことじゃないみたいな形で動いてるんですよ。で、それを一末端の警察官である柴田さんの手に負える状況じゃないっていうのは、それは分かるんです。だから警察官の間の一番上なのか、それともどれぐらいの真ん中のぐらいの階級の人間なのか、だから警視正とかそれぐらいの人間なのか、どこの誰が物事をストップしてどういうふうにコントロールしてるか、全体概要は見えなかったら分かんないんです。で、スーパーコンピューター系富岳も理化学研究所で政府の持ち物なんですよ。で、その電波を、政府が、扱っている以上、政府が扱っている、NHK も、税金で、運用されてますから、国会議員の人たちも税金で、国会で通してます。で、その NHK の会長が各テレビ局の、まあ、会長なんですよ。だから NHK の傘下で各テレビ局が存在する、で、それで合ってるんですよ。で、NHK の大元は総務大臣なんですね。で、だから僕が、テレビ局関係のことで、あれこれいろんなことね、もうおかしいとこ、もう違法行為ばかりですよ、本当に。それを指摘した場合、すぐに総務大臣が辞めさせられるんですよ。もう今まで何も辞めてますから。もう去年も文部科学大臣辞めさせました。髪の毛染めてる女性だったから。海洋基本法をぐらい守られない人間が大臣ふざけんなよと。辞めさせなさいっていうことで。一応これ国会でね、各総理とか今までの歴代の、で、各他の大臣とかにも、粟井圭介は大臣クラスでいいっていうことで認めてもらってるんです。そこで嘘ついたら絶対ダメだから、本当に。裁判所で嘘を言えば、例えば10万円の過料とか、即逮捕ということはご存知でしょ。で、それを言うと、2003年に解体された春山整骨院に関して、判例があるはずだから、それ即逮捕なんですよ。店開いてる時点で、集まってきてる人間。もともとこの人間がばっかり、この近辺、いいとこ3出しぐらい、ちょっと離れたとこ、さすがに篠山市から来てないと思う。わかんないですよ。遠征組でスポーツの勝ち負けで、この辺にワンルームマンションとかいっぱい作ってるでしょ。だからその辺のところに、これ柴田さんに何回も説明してる、本当は。で、この動画見てもらうしかない。で、覚えて自分でメモすること。学校関係者とかが多分来てる。どうせ理事とか。もともと学校とかも国とかが作るでしょ。大学とか高校とか。で、その後民営化で民間に回すんですよ。もともと元取れるようなものってなかなかないんですよ。鉄道関係もそうですけども、あれは、地方自治法で、地方の公共団体っていうことになってる、鉄道は。で、もともとレール引いて、あんな運賃で回るかって言ったら、経済原理的に商業関係として無理、絶対赤字ですぐ倒産。もう固定資産税だけで土地の面積見たらすぐ分かります、あの鉄道の距離。で、今何が言いたいかって言ったら、病院に関してもそうなんですけども、最初は国がみんなの税金で建てるんですよ。で、その後議員関係の人間とかが、そこの病院の院長とかになる、理事になる。で、ずっとお金回し合ってるんですよ。で、その学校の話に戻しますけど、スポーツの勝ち負けとね、高校野球云々あるでしょ。で、春の選抜とか夏の選抜とか、
もうナンバーと高級車かどうかで分かるから、まあ、どうせどっかのその都道府県のね、代表校の理事とか、その関係者が来たんだろうなと。で、スポーツ業界ももともと議員の娘とか、例えば、アニマル浜口っていう男性の方、昔いたでしょ、プロレスラーの方で。で、娘が浜口京子。で、そのアニマル浜口さんのその嫁さんは多分田中真紀子さん、田中角栄の娘さんの顔変えとうだけ。議員の時が綺麗な顔で、まあその時も顔変わったりしますけども、ほらだんだん浜口京子の母親の顔に変わってきてるって、国会でも言われる時は言われてましたから、記者会見の時も。エネルギーの残存量問題で言うと、だから商業原理で良かったんですよ。結局たくさん車買うような余裕とか出てくるでしょ。で、それに、自分のね、学校の経営民間に変わってるから、今度倒産を恐れるでしょ。で、勝とうとして知名度を上げて学生が来るように、要するにお金でずっと動いてるんです、彼らは。もう正しい社会なんかできるわけない。で、最終的に、ハレも整骨院を放置していて、どうなったかって言ったら、複数の人間が簡単に出入りしてるでしょ、毎日。そういう動画僕はアップロードしてるから、ホームページ、淡井圭介の歴の YouTube 一覧表を見てもらったら分かる。罰金刑が良いとか、ハレ山整骨院やアリの第一タウンハイツの件とか、その辺のところ見てもらったら分かります。だけど、そこで、いろんな人間が簡単に、ハレ山整骨院の建物を出入りしてる時点で、鍵が出回ってるっていうことが分かるでしょ。そしたら、その鍵が出回るっていう習慣を警察官がスルーしてるっていうことになるんですよ。つかめないから。ここのアリの第一タウンハイツの、その、だから一部の警察官の人たちが、そういうふうな人間かなり捕まえてくれてるのは知っています。で、それはちゃんと言ってくれる人が言ってくれてますから、まだあんのって。そう、いや、だから警察官の方もまだあるかどうかよく分かんないっていうことは僕も分かるから、分かんない。で、だからもう、兵庫県だけじゃないと思う。他の都道府県に僕の家の鍵複製されたもの多分出回ってる。そうじゃなかったら話合わない、整合性が。だからこの辺に、だから建築業先の票の流れ、だから建設業界が、ね、仕事を回してくれる議員に票を投じるでしょ。だからこの辺りにもともと必要じゃなかった建物をいっぱい建ててる、住居関係。で、例えば家賃が、まあ、5万円前後だったとしましょう。それだったらホテルに泊まるよりも安い。だから集団で誰かが借りて、1泊あたりね、1000円とか1500円ぐらいの費用で済むわけじゃないですか。2000円、まあ2000円ぐらいかもしれない。その方が安いから、いろんな連中が来ちゃうでしょ。で、スポーツ関係の勝ち負けから、淡井圭介が降りる格闘技の、勝ち負け、個人の成績からも、スポーツの、そういったあらゆるものから全て降りるって言っていたとしても、効力ないんですよ、固定されてるから。国会でどんな話がされていたかって言ったら、安倍政権の時に、安倍さんも僕からの提案で2期目の総理を、担ってもらったんですけども、もうブルブル震えながらね、もうその淡井圭介でね、その決めたから、もう今更変えることができないっていうことになるんですよ。中心人物として物事がもう動いてるから。もう最悪です。全くと言っていいほど悪いことしないんですよ。それなのに、こういう状況に陥る。で、まだ買い物とか行く時とかでも絡んでくる人間は絡んできます。そういった人間は複数でまず存在するからなんですよ。一人で絡んでくる人間はまずいません。だから人数的に優位になってるから、平気で喧嘩売るようなこと言うんでしょうね。で、僕も今年もう47だし、そんな筋トレもしないから、この間懸垂3回くらいしかできませんでした。本当もうそんな筋力しかない。もう腕ガリガリ。まあまあ、
の上からでも分かると思いますけど。何もかもがただただほったらかし、原山整骨院をとにかく早く、解体すること、営業を停止、して、その解体屋が解体するまでね、昔どうしてたかって言ったら、入り口のところをバッテンのこれぐらいの、長さの、厚さはこれぐらいの木の板、こういうふうにバッテンで、入り口のところ、まあ、今回入り口2箇所あるから2箇所ともそれしておいて、出入りできないようにしといたい。で、行政の持ち物にしておいて、誰か車止めていたらそのナンバーを僕が撮影して、すぐに YouTube にすぐにアップロードしてるから、そいつらから、罰金払わせたい。でだからもう一応その話にはなってるから、副官房長官が、去年あの中期の切符切りに来てたでしょ、あの引用しに。だからそういうことも有馬警察署内で皆さんお話しされてますかっていうことなんですよ。それがさっき僕が言ってた有馬警察署内で何がどうなってるのかお互いに話をしておかなかったら状況把握はできないから、だからお互い話してほしい、で僕にも情報を回してほしいっていうことなんですよ。例えば昨日の坂田さんの件は、それはどんな対処をされたんですかっていうことなんですよ。注意して終わりだったらあいつ何回でも悪いことしますよ、罰金払わせたりして、でその罰金は僕の方に払ってもらわなきゃなんない。そうじゃなかったら行政が悪いことを見逃してずっとか行政が金稼ぎしてることになっちゃうから、警察官の人も行政だから、これストレートにこういうふうに言わなかったら警察官の人たちも自分たちが客観的に見られた時にどう思われるかっていうところ、どう判断されるのか、けどもうそれが真実だから、給与として税金からお金もらっている以上、かといって今警察官の人が悪いって言ってるんじゃね、一部の部分は悪いですよ、もちろん、あのあれそういうあの事後経過の報告してないだとか、あのちょっとした件みたいな形で絶対物事扱っちゃダメなんですよ。特に僕の件はもういろんなことに関わってるから。でこの間に関しては今株が上がりすぎてるからもう国債に変えてくれっていうことを言ってるんですよ。もうありえない、どう考えてもおかしい、人口規模がこれだけ縮小してるのに。いやだからお金の流れ 僕関係のとこ超単位でお金が動くから、どんな人間がどういうふうに動くかマジでって今更言ってんの。柴田さん勉強しなきゃダメよ本当に。株1日で1000円以上下がってます、当たり前です。バブル崩壊した時の株価が3万8000台か3万9000に届くか届かないか、それぐらいだったでしょ。今もう4万超えてるんですよ。人口僕は生まれてくる前からずっとこういうふうに縮小していってるんですよ。市場がほとんどねもう半減近くまで来てるのになるわけないじゃないって、もうむちゃくちゃな金の稼ぎ方してる人がいっぱい。ねまた晴れます生活のやつらが声かけてきよ、はーい反対とか言って、多分その音声のナンバーで一応ナンバー記録しておきますね。ああ八爆だか分かんない、ああそれ八爆だ、ナンバー見えんようにするためやわ、それで八爆だったみたいで、画面の映り方が変、ちゃうちゃう、犯人を擁護したらそいつは強制や、強制じゃなくて共犯や、もう言った犯人が出た後、で昔そうだね、2002年サンパレス六甲で勤務時の頃にその介護職の人材派遣会社の、代表の人間がねサンパレス六甲に僕になんか文句電話で言ってきたんですよ。僕たちをいじめてとか、その晴山整骨院をね建物判決で、解体っていうことで営業停止で、もうこんなもの二度と開いちゃダメよっていうことになって、で、
いじめたのは僕じゃなくて君たちの方でしょって、君たちが謝らなきゃって。でただもうその人はその当時だから、もうそれから二十何年経過してるから、もう多分その人じゃない。でただもう物事の本質、正直あの警察官とその民間の会社行ったり来たりしてる人間はもう信用できない、無理だと思う。もうそもそもその州は株式会社で300何十時間一月に労働時間、それを半年間続けてさせていたのが、だって警察官ですもん。で元たどっていくと、その現場で店長をしていた竹縄って名乗ってた人間と、課長をしていた崎田っていう人間は人命会病院っていう西宮市の精神病院の医者になってる。もともと医者から警察官に、なった人間かもしれないし、わからない、その人間も。ただ口は悪い、本当にものすごい、仕事以外の時、特に女といる時。だから医療業界側の方の警察官の家系の人間かもしれない。ああ医療関係の医者していたっていうことは、精神病院の医者っていうことはもう完全にアウト。よっぽど悪いことしなかったら精神病院の医者にならないから。でそれとその秋葉株式会社、今たくさん言われているかわからないだけで、一つ一つ会社名とか分類して名前をそこにパソコンで打ち込んでいたら分かるようになるから。僕は頭の中に入っているから理路整然と説明できるけども、その内容が多すぎて多分聞いてる方の人は参ってしまってるだけで、秋葉株式会社の代表取締役の矢野秀明さん、その人 も警察官していたって言ってる。無理、上から下まで警察官とか各店舗の、店長とかしていて長時間労働させていたって、もうこんな無茶苦茶な話ないで、社長までそうだったって。で一応その人は制服着た警察官に連れて行かれてる、矢野秀明さん。あと門屋っていう支配人という、役職の人間もいました。まあ役員の方ですね。もう役員も役職も同じですよ。役員だから役職なんですよ。日本語として合ってる漢字の意味、ここ日本、英語とか絶対混ぜない方がいい。他の国の言葉ややこしくなる。いやもう僕も即座に、だからそういう悪いところができたらすぐ即座に、昔の件とかあるからすぐクローズさせたらいいんですよ、閉店させて。でそこで用語の人間が出てきた時に、それが警察官であったとしても、その人間はマークしておいた方がいい、名前記録して、どういうことを言ってたかっていうところ。もう介護事業なんかもうこの近辺もあふれかえてる、老人ホームが田王寺駅の近辺だけで、桃源郷と二郎の方へ行ったとこ、方の行く道沿いにあった港北病院のところがもう老人ホームに変わってるから、そこだけで2軒、そこにももう新しく出来上がってる。それで3軒、岡和駅の近くに、紅葉病院の系列のところで、老人ホームある、そこそこ大きいのは、桃源郷とまあ大体同じぐらいの大きさで、老人ホーム、まあ老人ホームといえば老人ホーム、英語を混ぜるとやっぱりそうなる、老人の家っていうことになるから、まだ一応なんとか歩けるぐらいの程度の人で、まあ世話する人がいて、管理人がいて、そこの有野川を越えたところにそういうふうな、一部屋一部屋ね、老人の人が住んでる、まあ、集合住宅みたいなところがある、そういう老人ホームもある。で北新星話題にもある、多すぎる。で警察官の人は、その人はね、名前何だったかな、ちょっと韓国っぽい名前の人ですね、韓南さん、韓南さん、韓国っぽい名前に聞こえるんですけども、神戸市西区か三木市の方に神出町イオロイっていうところとかもあるから、分からない、そのどちらの系統の人間なのか。でただその人はご年配の老人の警察官の人にね、
僕がその介護の時は、親のね、介護の時は老人ホームになかなか入れてもらえなかったっていうことを言ってたんですよ。だからそれはどういう意味なのかわからないんですけども、それはいっぱい入れっていうことですかって聞いて、そうそう、そっちの方って言ってたんですけども、だからそれはすごい昔の話で、今老人ホームたくさん出来上がってるんですよ。で、僕もちょっとその辺のところが、僕もテレビ見て失敗していた方、その団塊の世代の人たちが退職して、医療機関とか、老人ホームがたくさんいるみたいな話をするでしょう。で、それで僕も神戸市兵庫区の方でね、老人ホームを作るのを勧めてしまった、俺もう作ってしまってるところで、もう今頃多分できたとかもしれないですね。夢の城です。もともと駐車場だったところ。だからもう本当はこの辺は済生会病院と三田市の市民病院を合併させようっていう話とかになっていたりとかで、だからなかなかそんなに大きくする人なんかいない、いない。普通に考えたらよくわかることだった。アドベンチスト病院がある総合病院で、あんなに大きなところが五社駅の近くに、まあ岡場駅の近くでもいい。で、岡場駅の近くに済生会病院がある、岡場駅の近くに江北病院もある、全部総合病院。家の件数見たら分かる、そんなとこたくさん人行くわけがないのに、さらに内科とか歯科がこの周りで10軒ずつ以上、総合病院の中に歯科ある。で、ちょっと北の方へ行ったら、道上南口か新鉄道上のところに総合病院ある、ものすごく大きなの。作りすぎ、明らかに。あんなところだ、もうその近辺の人を止まりにしたとしても、いいとこ鹿の子台と神津台なんかもうできて、そんなに長い間の時間経過しないか、まだそんなご老体の人いないと思いますよ。で、まあ、あとその他の神戸市北区の範囲、まあ北新清和台とかだったらどう考えても済生会病院とかの方が近い。おらへんおらへん、そんなに。だ、医療機関がどれだけ無茶苦茶なことをしてるかっていうのを、コロナウイルスの件も結局生物兵器を作っていたっていうことでね、それは医療機関の実態で、実はインフルエンザもそう。DNA の強化って、ああいうふうな菌を生物兵器作ってばらまいて、それで、抵抗がついたとかわけのわからんこと言って、結局インフルエンザ何回もかかってる人はかかってるでしょ。抵抗なんかついてない、治っただけ。だからもうこんなに医療業界を野放し、だからそこも医療業界なの。介護職は医療業界とワンセット。だから野放ししてた、ダメ。警察官の中に医療業界の医者だった人間は混ざってたのか、警察官だった人間は精神病院の医者になってたのか、もうそこ、つながってるところ、もうそこ、人命解明のその先田か、もしくは永田だけじゃないと思う。日本中いろんなところでそうなってしまってる。隠蔽に次ぐ隠蔽。だから全ての原点は1956年の売春防止法まで遡る。負けたらあかんぜ。河合さんに何でも報告。これ、以上です。もう一度言います。国会で岸田さんもそうですけども、他の大臣も何名も粟井圭介は大臣クラスでいいっていうことになってます。各都道府県知事と同格、あとは大きな会社の会長さんだけ粟井圭介と同格者。それじゃなかったら無理だから、本当にいろんな意味で。他の一般的な民間企業に悪いことしてるところに対してね、エネルギーの残存量までとか解決しない、例えばトヨタ昭夫さんを叱ることができるのって、普通の会社にいる人はできるかって、全員できない。会社の規模大きいから。そんなところに正々堂々と文句を言える人いない。そんな YouTuber 上げてる人間いない。けど僕ならできる。もとも約束してあるし、同格者だから。で、ちゃんと知ってるから。もともと愛知県の豊田市、行政が軒並み倒産していた自動車業界を合併させただけ、税金でしょっていうことが言える。だ、いうことを、的確に言える人間じゃなかったら、そういう大企業の会長さんに対して注意することができない。で、それで不正問題なのなんだのっていうことで、ダイハツの、社長や副社長ですかね、記者会見で謝るような形を行って、違うやん、豊田章男さんが謝らないとっていうことで、CM 内でね、これからのトヨタはどうするべきかっていうところで、ところどころですぐ音声途切れてるんですけども、生産量を下げなきゃダメですよっていうことを言ってる。僕は100分の1まで低下、
世界中どこの会社もそう、自動車メーカーもう 15億台も世界中に車が出回ったと。もう無理、新車で作ったらもう10年ぐらいは乗られる、10年以上。日々淡井圭介の言ってることを理解して生きてる人間であれば、今言ってる内容が理解できる。石油の残存量とかガスの採掘可能埋蔵量とか、このままだったら本当にみんなほったらかしにして終わりですよ。警察官がすぐにそこを建物を立ち入り禁止にしてクローズしてりゃいいんですよ。エロ業界と結びついてるやつはいっぱいいたんだから、簡単じゃない。仕事してください。一応最後にこれ、インターポールへの通報ということでも、しておきます。それで、春山聖子さんをとにかく潰す、建物解体で、淡井圭介に、国経由でお金の支払い、自分たちの方で慰謝料を回収していた、しておいたよっていうことで、一法律にこだわりすぎ、民事不介入にできる。さっき柴田さんと話していて、民事訴訟法が最後の方に刑事訴訟法になってるでしょって言った話が通じなかったのはびっくり。読んでないと思う、その人、六法全書長い間。僕も長い間読んでなかったらそうなるんですけども、そうなってますから。まあ刑事訴訟法の方でも一般人に逮捕権あるんですよ。民事も刑事もあんまり変わんないんですよ。刑事訴訟でも結局、罰金とか払わせるでしょ。そう、本当はそれ知ってるでしょ。変わらない、変わらない、あんまり。同じしてることで、刑務所行かせて、仕事で償わせてる。一生懸命働いて弁済したら、弁済でいい、喋って返すということじゃない。弁済っていうのはお金を支払うこと。またそれが始めと、あの変なやつ毎回や。それが楽しみに行くよね。画面がこう、これがサイバー攻撃ね。本当は映らなきゃいけない。今映してるから。これをもう一つのスマートフォンだったら、しっかり映像が出てくるところ。で、笑っと。さすがに音声が聞こえる。ね、挑発行為。刑法であるでしょ。民法でもある。同じ。さっき言った。迷惑、プラス迷惑防止条例違反。集団暴行、裁判妨害。以上、インターポールが動いてください。ああいうふうにほったらかしにな、して警察がほったらかしにしてるから、もうここまで行くと本当は警察官も幇助の方になってしまう。業者、いや、だからそれでかかっとうとか、その電波でそちらも聞こえてきてるんでしょうけども、いや、もう仕組み自体が最初から無理。だから昔の時代がむちゃくちゃだったから、1956年に売春防止がやっと出来上がって、その後もエロ関係の、ドラマとかをね、ベッドシーンとかあるようなドラマをテレビで平気で放送してたでしょ、映画館とかでも。だからそれを、いや、その時に頑張って取り締まってくれてた警察官の人たちは、すごく頑張ってくれた人たちで、尊敬するに値する人たちですよ。だけども、そんなに簡単じゃない。その世間に一度広がってしまったものを覆していくのってすごい時間かかる。やっぱり100年ぐらいかかると思います。一応まあ TSUTAYA に関しては500店舗以上倒産しています。僕だけで、この辺の TSUTAYA だけで3件、それとは別の、個人経営みたいなレンタルビデオショップも1件潰してます。で、神戸市兵庫区の神戸大学附属病院の近くのところにあった個人店舗みたいなところのチェーン店じゃないところのレンタルショップも潰しています。だから5件は絶対潰してる。僕はもう思い出してないだけで、他にもあるかもしれない。あ、そう、ギオ、谷上のギオ、そこも潰してる。だから6店舗思い出した、6店舗ある。もっと思い出したらもっと出てくるかもしれない。もう普通に考えたら分かる。性犯罪者を野放しにさせておいてどうすんの。性犯罪者を増やすようなものを野放しにしてどうすんの。考
簡単に分かることや。うん、それ通報されてるのほったらかしちゃった。だから共犯になる。これ笑いながら言ってるけども、捜査官はもうこっちに持たへん。なあ、警察官に対して大声でまだ怒鳴ったことはないとは思うんですけども、分かんないですよ。その警察官のその制服着てない状態で、その私服警察とか警察官みたいな人で、その老人になって警察官降りてから開き直ってる老人とか、本当にややこしい。本当に鬱陶しい。集団で絡んできようから。で、その世代はさすがに、あの1956年の売春を認めていた世代の方、影響を受け続けてる世代、もう60、70とかもそれぐらいの人たち、もう最初ほとんどの人、当時の人たちはどうせ知らないから、1956年に売春防止法が出来上がっても、その後何十年も、そんな風になってたんっていうような連中、最初の10年とか、大体多分そうだと思いますよ。だって去年の法改正された法律、何か言えます？全員言えないでしょ。僕も言えないです。一応記録は僕のホームページ見たら分かるようにしてますけども、何々法が改正された止まりで、内容まで分かんない。それは六法とか買わなかったら新しく、じゃあそれ来年ぐらいの発売の六法か、今年の発売の六法で間に合ってます？去年の法改正時期にもよるでしょ。印刷するペースとかあるから。普通そう。意図的に大きな声で「おはようございます」って、あのバッカバカしいあの声で言ってきよう。ほんと鬱陶しい。絶対喧嘩と。でそれで僕は最初普通の声で、注意しに行って、その後大きな声で言いましたよ。その時に一斉に動いたのが警察官一部の。それが宝塚三大病院とか人命会病院の時。法律がある。それこそ正当防衛、民法第720条、刑法36条、正当防衛で、変な警察官は民法の方の720条のその緊急避難のところの意味をからかって言ってきてたでしょ。向こう精神病院に連れてた人間で、ただ隠蔽したかっただけです。もうそいつも絶対に何か相当悪いことでしょ。その警察官も全部本当のことが裁判所で、例えば全国放送の生中継の裁判とか出てきた時にね、もう再起不能だと思いますよ。年金まで差し押さえられる方、もう法律分かってない人間は年金は差し押さえたらダメだっていうことで法律でなってるよって言うんですよ。違いますよ。支払い開始したら年金で払ってもらわなきゃいけないから。で生活保護者もそのお金は差し押さえられないっていうことになってますけども、罰金とかは払わなきゃいけないから。一法律だけを見て、法律名だけを見て、文章だけを読んで、それだけを信じて動く人間は絶対失敗する。以上、民事不介入あんまり気にしなくていい。同じ警察官が仕事サボってたことになる。